はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿5丁目兄貴金田ロッキーです。さて今日はですね、11月8日から11月14日までの皆さんの誕生月別運勢、はい、こちらの、タロットカードで運勢そのものを出しまして、出た目に対する提案、この和尚禅タロットカードで出していきたいと思います。まあもう11月ですからね、もう今週来週半ばになってしまいます。もうどうしますね、だんだんもう日に日に涼しくなってきて、12月になって、しわしわすや、クリスマスまでに彼氏できるかなみたいなね、彼女彼氏いない方はそんな感じになると思うんですけれど、まあまあまあ焦らずにでね、まあ寒くなってまいりますので、コロナほんま減ってますよね。まあそんだけあれですよね、みんなワクチン打って、もう打った打たへん、あ2回目 の副反応が怖いみたいなことね、ツイッター見てたらよう分かりますけれどもね、まあ皆さん順調に打ってらっしゃるみたいで、まあ 70%80% ぐらい今月11月中には皆さん打たれて、まあだから要はそういうことですよね、打ったらかかりづらくなる、まあかからないはないかもしれないですけれどもね、かかりづらくなる、かかった場合も重症化しなくなる、うん、で残って打たへんいう人はね、多分かからない人なんですよ。ここまでコロナが流行りだして1、2年半以上かかってないってことやから、まあならへんのでしょうね。まあ俺もそのタイプやってんけれども、俺はもういろんな人に会わないといけないし、まあかからへん自信はあるんですけれども、別にねインフルも性病もなったことないんでね、はい、そんな感じでかからへん自信はあるんですけれども、まあ、あっちこっち行くしね、いっぱい人に会わないといけないし、もう撮影やどうのこうのそんなんがあるんで、もう打ちました、はい2回打ちました、私は大丈夫ですってね、もう言うために2回打ちましたけれども、まあそんなに俺は大したことなかったです、はい、副反応ね、2回目以降も大したことなかったです。さやか、まあ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 、まあ、人にもよるんでしょうけれどもね、はい、もう心配な方は、うん、考えていただいたらいいんですけど、僕はそんなに大したことなかったです。ロキソニン飲んだらちょっと熱出ましたけれどもね、ロキソニン飲んだら収まりました。はい、そんなこんなでね、クライマックスシリーズ阪神が負けて、ちょっとショックを受けてる私でございますけれども、はい、新庄新監督にはね、パリーグ日本ハムファイターズ盛り上げていただきたいと思います。来年は阪神タイガース対日本ハムファイターズの日本シリーズということで、そんなか本当におもろいんですけれどもね、はい、阪神タイガースの皆さんお疲れ様でした。阪神ファンの皆さんもお疲れ様でした。はい、ということで早速占わせていただきます。はい、では皆様の運勢そのものをこのタロットカードで出していきます。はい、ではこちらの和尚禅タロットカードでこの出た目に対する提案出していきたいと思います。はい、すべて出揃いました。解説していきます。はい、1月生まれの方、戦車のカードの聖地とレイジネス、怠慢のカードが出ております。これガンガン行け、こっちはガンガン、あの気を力抜いて、あのガンガン行っていいんですけれども、肩の力抜いてね、あんまり力入りすぎてると余計になんかちょっとミスした怪我してしまうとかね、とかやっぱりそういう風になるじゃないですか。スポーツ空手でやキックボクシング、ボクシングで言うたら、あんまりガチガチに力入りすぎてたら攻撃も遅れるし、防御も遅れるしってことなんですよね。だから力抜いて、あんまり力入れすぎてたらもうね、普通対処できることができなくなってきますので、せっかくチャンスでガンガン行っていい時なんですけれども、まあ抜くところは抜いて、はい、もうあんまり
ね、どっちから入りすぎてたら周りから見ても滑稽ですのでね、あの行ってもいいんですけれども、落ち着いて、あなたが落ち着いてしっかりやってる姿を見て、周りもあこの人やったらついていったらついていけばええな、うん、この人やったらこの企画乗っかってもええなっていう風になりますので、あんまりちょっとガチガチに力入りすぎないように気をつけてください。2月生まれの方、審判のカードの逆位置とポリティクス、政治力のカードが出ております。これね、復活ないとかモチベーション上がらないなんですけれども、なんていうかね、ちょっとうまいこといけへんことを政治力使ってなんかうまいこと生かそうとしたらあかんで、うん、もう少ししたら運気に助けられる部分出てくると思いますので、はい、ここでうまいこといかへんからなんとかなんとかしようとして、うん、政治力いうのはまあ政治力ですよね。自分が力あるならその力でなんとかしようとしたりね、あとちょっとこう二枚舌使って嘘ついてなんとかしようとね、したりはダメですよ、うん、これおそらくもう復活ないというかもうダメになったもの、過去にね、人間ついついこう縛られちゃう部分あるんですけどね、それが もし良かったりしたらね、そこにこだわっちゃう部分、そこに戻ろうとするんですけれども、戻ろうとして戻れないことはもうスパーンと遮って未来に向かって動いていった方が絶対いいんですよ。僕もそんなこといっぱいあったんでね、うん、そこはあんまり過去にしがみつかないように、もう復活ないですからね。ほんで男女でも別れて、女の子が別れたんですけど、この人復活ありますか、もうタロット出して、はい、ないです、もうこんなん0点やで、俺が占ってないって出たらないで、んで、はい、あなたの、あと2年後ぐらいまではあんまり恋愛出てないから、まあこんな感じでな、うん、ごたごたなったってしゃあないわみたいな、うん、もうちょい待ちって言うても、いや何とか戻れる方法ないですかね、で、いやいや無理、はい、じゃあもう友達として入れる方法ないですかね、もう何とかしがみつこうしがみつこう、皆さんもわかるでしょ、別れて新しい彼氏できました、はい、もうそっちが忙しなら向こうも新しい彼女とうまいことやってる、もうなんか話することもないじゃないですか、新しいことが動き出したらもういいんですけれども、今何とかしがみつこうしがみつこう元に戻そうと思ってもしんどいだけなんでね、はい、ここはもうちょっともうないと思って、うん、さっき見た方がいいんですけれども、あんまりなんかちょっとね、政治力や何とかしてやろうと思ったら自分もしんどいので、はい、ここはもう力抜いて、はい、諦めてください。未来に向かって進みましょう。はい、3月生まれの方、吊り下げられた男の聖地とソース、根本のカードが出ております。もう今我慢の状態なんですけれども、立ち上がるにはどうしたらいいか、その根本の部分を、核の部分を変えないとあかんねんで、表向きだけ、あるいはもうこの張りぼての外の部分だけうまく見せようとしたって絶対うまいこといきませんよいうことでね、はい、だからもうそんな方針してるんやったらちょっとやめた方がいいんじゃないかということで、はい、誰か従業員雇ってなんやかんややってても全然いい方向にはいかないと思いますしね、社長がそんな方針でやるんやったらもう従業員もついてこないと思いますのでね、はい、そこはもう我慢の状態抜けさすには根本の部分しっかり土台作ってね、ちょっとずつ気づいていかないとあかんねんで、はい、表向きだけ大きく見せようとしたってあかんねんで、はい、そういうことですので、はい、もうそんな感じでもね、表向きだけよく見せようとしてたら一生我慢の状態、吊り下げられた状態続きますよっていうことですから、はい、冷静に判断して根本の部分を変えるという作業に入ってください。はい、4月生まれの方、マジシャンのカードの逆位置とマスター、師匠、師範のカードが出ております。これね、どう努力していいかわからない、はい、師匠に聞いてください。うん、そういうこと簡単な話です。まあね、僕なんかで言ったら肩のね、全国大会入賞を目指してますけれども、全国大会どころか地方大会でも大変やのに、もう全国大会すさまじいやつらがいっぱい出てくるのにどないしたらええねん、もう師範に聞いてね、もう素直に師範の言うことを聞いてます。もうね、
あの毎週毎週同じことをお説教されてますけれどもね、直立不動で押す押すって聞いてますけれども、もうありがたいことで本当にね、もうそこまでやらなあかんねんでいうことをもうとにかくね、もう師範はおっしゃっていただけるんで、はい、もう頑張ってやるしかないんで、もうそういうことですよ。何やるにしてもね、今ちょっとどうしていいかわからん、どう努力していいかわからん状態なんですけども、師範師匠ではなしに、まあ上司とかね、あのあなたの信頼できる先輩もご両親でも結構です。先生と呼ばれてる人でもいいです。占い師さんでもいいです、はい、ちょっとあの意見をもらってね、あのなんとかこうあの我慢の状態、どう努力していいかの部分をあの分かった上で、それ分かった上で自分でやらないとダメなんですよ。誰かがなんとかしてくれるじゃなし、立ち上がるにはもううまくいかせるには自分でそこの部分努力して改善していかないとしゃあないんで、そこはもう諦めて頑張ってやってください。はい、5月生まれの方、デビルのカードの逆位置とエグジスタンス、存在のカードが出ております。これ前に進んでいくにはもう甘え断ち切る、悪いものをやめて進んでいく、はい、自分の存在価値自体をもう何て言うんですか、もうそれをもう売り物にするというか、そのためにはやっぱり甘えも断ち切らなあかんねんで、要はね、あの大げさな話言えば清原選手、薬やめて立ち上がって次の、 あのまたね復活に向けて歩んでいかないといけない、そういうことなんですよね、はい、だから自分の存在自体をもうきっちり、はい、やめました、もう俺こんだけ、改心して立派な大人になりました、はい、それを売り物にできるようになるまで頑張ってください。もう薬だけじゃないですしね、うん、これもあかんな、もう変なもん背負っとって、まあこれもこのままやっとったってしゃあないな、思うことは一回下ろした方がね、気は楽になりますので、はい、そんな感じで、もう存在自体きちっと売り物、はい、立派になってやっと前に進める、はい、そのぐらいの気持ちで頑張ってください。そうなるためにはもうこう断ち切らなあかんもの、余分なものを背負ってるならそれをもう一回ちょっとね、もう振り払って捨ててみる、はい、そういうことも大事ですので頑張ってください。はい、7月生まれの方、忍者のカードの正位置とストレスのカードが出ております。もうちょい時間かかる、 なんかね、そんな感じ、暗い時期がもうちょい続くみたいな、それがもうストレスになる、しゃあないんですけれどもね、もうこんな時はもうストレス発散法はもう自分でこう確立していかなしゃあないんで、はい、自分のもう好きなことやってください。でね、こううまいこと言って、あなたが今やってる仕事プロジェクト、それ楽しいですかってことで、楽しいことやってて、やりがいのあることやったらね、いくら苦労があったって乗り越えていけるんですけれども、別にやりたくないことをやって無理して苦労してやってて、それがあなたにもしかしたら合ってないかもわかんないんでね、ストレス溜まりすぎたらもうめまいしてきたり、もう病気になりますからね、うん、もうなあのね、うつとかね、パニック障害とかそんなになる方もおられるんで、もうそうなってしまったらなったでもちょっと一休み せなあかんし、大変なことになるんで、そうなる前にちょっとやっぱり予防策、あの張れますので、はい、そんな感じで予防策も張りつつ、はい、ちょっとね、時間もかかると思いますけれども、はい、そんな感じでね、あの心が病んでしまわないように、そこは考えながら動いてください。はい、7月生まれの方、女強行の楽器、7月生まれの方、女強行の逆位置とガイダンスのカードが出ております。はい、もうイライラする、どうしていいかわからない、ガイダンスに従ってください。まあ常識的なことで動いていった方が、確実にね、あのちょっと冒険したいような方でも、あのちょっといまあ常識的な方法で、ちょっと改善した後、そこでまたうまいこといきそうになったら、ここは冒険すべきやなという時はドーンといったらいいんでね、ここはまずちょっと立て直すために、一般論に従ってみる、常識的なことを、こう策を施した上で、また将来に見据えてね、動き出せばいいと思いますので、はい、今はちょっと無理しないように、あんまり冒険しないようにしてください。はい、8月生まれの方、世界のカードの逆位置とファストライフ、過去世のカードが出ております。
これね、過去の良かった部分、過去に学んだ部分、まあ引っ張り出してきて、そうならないように、失敗しないようにするために、まあ、過去で学んだ部分を、ね、自分もし40年、50年来てらっしゃるんでしたら、それなりのこう知識とかあると思いますので、それを引っ張り出してきて、世界のカード逆出てるときは外に出ていった方がいいんですよ。これできれ、生ききれてないで、できてないで、はい、もう出ないのにもう犬も歩かないと棒に当たらないですよ。はい、どん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 視野広げて外に飛び出す。世界に外国行け言うんじゃなしにね、うん、今やってる仕事から飛び出してみるとかね。はい、ちょっといい方向に向かって動きたかったら一歩踏み出す。外に目を向ける。はい、そうするようにしてください。はい、9月生まれの方、力のカードの逆位置とパチシペーション、参加のカードが出ております。まあ、いろいろ新しくやってることやらね、今ちょっと携わってること、我慢我慢我慢の限界、そんなことはもう普通にあるんですけれども、まあ、ちょっとうまいこといかんね、時でも、これと一緒で、こう、外に出ていく、参加してみる、はい、犬もこれも同じような、さっきと同じような、8月生まれの方とよう似てるんですけど、犬も歩かないと棒に当たらないですよ。外にやっぱりこういろいろ関わってみないと我慢の時期抜けないですよ。はい、関わった上で、それかもう関われば関わるほど我慢することって出てくるんで、そこで逃げるんじゃなしに、それをもう乗り越えて改善させて次に進んでいく、うん、そんな感じになると思いますので、やっぱりこういろんなことつなげていかなあかんのでね、これ気に入らんかこっち、これ気に入らんかこっち、どん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 横道にそれてしまいます。横道にそれてしまいそうなら、そこにとどまって努力して乗り越えてください。はい、そんな感じでございます。はい、10月生まれの方、恋人のカードの正位置とコンサイアンスです。意識のカードが出ております。ね、ちょっと好きな方、恋人として意識してください。はい。そして、ちょっと自分、意識、向こう意識をこっちに向けるにはどうしたらいいか。はい。意識ということを、こうね、重点を置いて、ちょっといろいろシャッフルしていただきたいんですけれども、これあなたにとって大事なもの、人です。はい。ちゃんとこれやりたいっていうことが見えてるなら、ね、見えてないなら何をやりたいかいうのをきちっとこう見据えた上でどうしていけばいいかいうの、そこに向かっていくにはどうしたらいいか、はい、やればいいですし、こんなん出てるんでいい時期なんで、前には一歩でも前には進めますので、はい、1週間で一歩でも前に進めるようにね。なんか下手したらもうちょっと好きな人、恋人になるかもわからへんし、いいプロジェクトボーン任されるかもわからへんし、やりたい仕事につける、はい、そういうことになる、あの役者さんで言ってやりたい役がね来る、はい、そうなるかもわからない。それはもうやるぞって意識する。そのやるためにはどうしたらいいか努力もしてみる。はい、頑張ってください。はい、11月生まれの方、愚者のカードの聖地とアイソレーションのカードが出ております。これはね、もう正直に自分の気持ちに正直に、はい、泣きたかったら泣いてください。はい、泣いた分氷が溶けて前に進めますよ。はい、そうなりますので、まあ自分の気持ちに正直になって、まあもう腹立つなら怒ったらええし、悲しいなら泣けばええし、うん、とにかく前には踏み出せるんですけども、踏み出した上で、まあ油断はしてたらもう崖から落ちるで、はい、ね、犬に噛まれるで、なんて、華々しいスタートじゃないですけれども、なんとか前には進めますので、自分の気持ちに正直に、はい、もう涙で、ね、いけないことを、なんて言うんですか、できないことを、もう、ちょっと悲観して、泣くなら泣いたらいいんで、そうなったらなったで、まあ、ね、涙で氷が溶けて道が開けるじゃないですけれども、気持ちすっきりしたらいろんな部分見えてきたりもしますからね、単純な話ね。はい。そんな感じで、まあ、新しい道を切り開いて、ちゃんと、踏みしめて、一歩一歩、道路ね、崖から落ちひんように慎重に前に進んでいけば大丈夫です。はい、12月生まれの方、デスのカードの逆位置とコンディショニングのカードが出ております。ちょっとあんまり良くないな、どん底やな、運気滞ってるな、うん。まあ、
自分の体調を整える、気を熟すように整える、周りこうスタート切れるように、運気がいい時が来た時のためにいろいろ状況を整える、はい、もう無理してなんかやっぱりねうまいこと言ってる人と比べちゃったりね、そうならないようにそこまでガーンとやっぱりロケット発射できないと思いますので、うん、そういう時無理したところで絶対ねロケット墜落してしまいますので、はい、まあなんとか前に踏み出せるように、今ちょっとこれデスのカードもこうで出たらね、木が全部枯れて新しい木が生え始めて、はい、またリスタートですよという意味なんですけれども、ちょっとまだ滞っている状態なんでね、はい、無理なさらないように気を熟すまで、ちょっと我慢してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。11月、はい、今回占いまして、今回抜けてあと2回でも12月になってしまいますからね、うん、まあ終わり良ければ全て良しなんで、まあ人悪い人いますけれども、うん、こんな繰り返しでね、もう2022年があっという間に訪れまして、1年あっという間に終わって2023年になると、はい、そんな感じでね、眞子さんは小室さんまだおったんかいって感じですけれどもね、小室さんも大変やなほんまにね、はい、そんな感じでね、うん、皆さん大変ですけれども、大変な方、うまくいく方、はい、うまくいく言うたって自分でやっぱやらなあかんことはいっぱいありますのでね、はい、一生懸命生きていきましょう。はい、季節の変わり目、体調崩さないように、ご自愛くださいませ。はい、ということで来週またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価よろしくお願いいたします。ではさようなら、バイバーイ。